ここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし、貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実践訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い。何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。やってみせます。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。遅すぎるぞ。どこを散歩していたんだ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。訓練なのに緊張してきた。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。
今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。Hits!